先には広がる未来のポピュラーの暮らしバラ色の生活以外考えられない、そりゃ妄想、人にそう言われても構わやしない、勘ぐれば勘ぐるほど君にハマってるって思い知らされてる。一人で連絡がない夜には片手に携帯持って大分県宇佐市安治無町の南に存在する竜王城という山城があります。こちらですね、竜王城、こちらの山城とは険しい山を利用して築かれた城のことを言います。こういう山城はですね、高地にありますね、あの山の頂上にありますので、この山の頂上にある山城は軍事上こういう地形により敵の移動をですね阻害できるんですね。阻害でき、また高所という利点から視界を確保できるため有利になるのです。まあこういう山の頂上にですねお城を建てて行きますと、敵がやっぱり攻め込むのにちょっとこう道がないと、こちらの方はですね、表はね千の岩といってもう断崖絶壁になってるんですね。とてもこう馬とかで登れる状態じゃないので、やはり登れるルートというのが限られてきますね。木とかもすごい生い茂ってますので、道があるところをやっぱり登っていかないといけないんですね。でその道も結構坂で急になっていたりして、敵が攻めるのに本当に苦労をするという防御にとても突出したお城のことを山城と言います。このために山に城を築くという行為は地域や時代を問わず普遍的に行われていたようです。戦国期の日本において領主は城主と呼ばれ、城主は平時には麓で住民と共に住み、敵が来襲すると山上のお城に立てこもるといった使い方がされていたといいます。ただし住むには不便であり、住居地からも離れています。したがって山城は住む機能を持たずに、戦の時に立てこもり用として利用されていました。日本において初めて山に軍事的防衛施設が築かれるのは弥生時代の高地制集落でした。その後飛鳥時代から奈良時代にかけて、唐や秦らの侵攻に備えて西日本各地に古代山城が築かれていきました。この古代山城が我が国における初めての本格的な築城と言えるのです。中世の山城は山城と読みますが、古代山城は山城と読みます。これは古代の山城が朝鮮半島の山城をルーツとし、朝鮮式山城という用語から造語されたようです。今回実際に安治無竜王城跡を登って感じたことは、古代山城は朝鮮からの山城をルーツとしているのではなく、縄文時代の日本の巨石文明時に作られた遺構物のインフラを利用して古代山城は作られたのではないのかということです。その証拠として今回の竜王城で分析していくと、この竜王城の南西に千の岩という大絶壁の平岩があります。これが千の岩ですね。これが千の岩で、もう道路から見ると本当に断崖絶壁のもう崖に見えますね。そしてこの千の岩には、大化の改新645年に報道仙人が来ており、その後
養老元年717年に天台宗の高僧仁門もこの山に参詣しています。報道仙人とはインドより雲に乗ってきた仙人で、領寿仙という釈迦のいた山から来た釈迦直属の僧で、大化の改新あたりから日本にやってきました。そしてこの日本で100を優に超える山を開山しているのです。この報道仙人は645年に耶馬渓羅漢寺を創建しました。報道仙人の開山してきた山々は古代日本巨石文明の地を開山してきたといえます。そしてその後約72年仁門菩薩は大分県国東半島にある六号万山を開山していきました。また仁門菩薩は八幡神の化身ともされていました。神道の八幡神の化身と言われた仁門菩薩が仏教の六号万山を開山していったのです。そして仁門菩薩が開山した六号万山もまた古代巨石文明の跡地でした。千の岩もまさしく古代コンクリートによって作られた人工的な山だと僕は感じました。古代の人工的な山の特徴は、表から見るととても断崖絶壁なのですが、裏に回り込むとその頂上まで細い道がつながっていて、頂上からは周りを一望することができます。そしてその山の頂上に行くまでは古代コンクリートによって足場も作られていました。頂上付近には見晴らし台のような場所があり、そこからも周囲を見渡すことができます。また頂上付近には見晴らし台が2つあり、岩が設置されていました。その岩も夏至と冬至を意識した角度、そして切り込みが入っていました。このような遺構物から見ても、この竜王城跡の竜王山は古代巨石文明時に作られた人工的な山だということになります。その山のインフラを利用して古代山城は建てられていたと考えられます。中世日本までの武将たちはこうした日本の巨石文明の山を利用して城を築いていたようです。はい、こんにちは。今日はですね、安治夢の竜王山というところにやってきました。まあ、ここもちょっとなんか竜王城っていうお城がある、そういうところもね、なんかやはり古代人が住んでたインフラを利用して城とかそういう石垣とかも作ってたりするんで、まあ、ちょっと今登山口なんですけど、ここまで来る間もなんかすごい古代の巨石文明の匂いがプンプンしましたね。ここは海神社。まあ登山道ってあるけど、来る人いんのかな。ああ、なんかこの階段もちょっと古そうな階段ですね。古代までは行かないけど、まあお城があったんで、お城があった名残でしょうかね。まあこの竜王城っていうお城はね、誰が作ったお城なのかちょっとまた後で帰って調べてみたいと思うんですけどね。こういう石階段を置いた人っていうのも結構苦労するよな。昔はみんな人力で運んでね、
古風だな。この龍王山はずっと階段があるんですけどね、でこの階段をどういう人が使って登っていったんでしょうかね。すごい竹が多い。尾根に出たな。結構ここの坂はね、急勾配でずっと階段が続いてますね。昔の人はここ階段をずっと運んで持ってきたと思うと、その労力は果てしないと思います。ああそろそろね、岩がすごい岩が出てきたな。なんかこんだけゴロゴロあると、しかも加工されてる岩ですね。うわすげえ。もうこの岩はね、この岩は真北向いてますね。真北ちょうど先端が全然少しの狂いもなく真北向いてる。こっちは、こっちは北東、これ北東向いてますね。北東、北と北東と、すごいな。もうやっぱこの登り口の上にこう加工されて方角示してある岩があるってことは、ここもね、もう巨石文明人にはしっかりまあ使われてた山ですね。ここにも人住んでた痕跡ありますね。なんか古代文明人にね、まあ、そこにお寺を建てたんでしょうけど、すごいな。竜王城自動遊園、OBS の中継地点。自動遊園ってさ、ここで児童遊んでたら危ないよね。あ、ここの上にお城があったんだ。神楽城っていうね。すごいな昔の人は。千手観音菩薩像、高徳天皇大観中、大観中宝道仙人、宝道仙人か、ここも東山に釈釈の額の行、あ、額の行取り仏法、はあ、岩がある。うわあ、だいたいこういう岩があるとこは景色いいとこなんだよね。ああいいわ、綺麗ですね。下から見るのと上から見るの違うわ。
下から見るとすんごい岩の山だったけど、これもまさしく古代コンクリートのできた、もうこの山自体作られてますね。だからこう裏からしっかり展望台に行くルートが作られてんだろうな。これ古代コンクリートでしっかりこう作ってますよ。すっごい下から見るのと本当に違うわ。こういうね、岩がね、古代コンクリートってこうなんでそういうふうに言うかって言ったら、こう造形的に岩があるべくところにちゃんと設置されてるんですよね。でこういうふうにこの岩も本当にちょっと見事に設置されてる感じしますね。やっぱり六号満山を開山した仁門菩薩という人は、日本の巨石のね、こういう古代コンクリートの場所とか、まあ、古代文明の地を巡ってた人で、そこでいろいろ石仏置いたりね、お寺を作ったりしてるんで、やっぱりその仏教の六号満山開山した仁門菩薩というのは釈迦直系の仏教徒でしたね。まあ仏教徒というか釈迦直属の教えを引き継いだ人でしたね。でその人は日本のこの国崎とか安治夢とか、まあそういう地で巨石文明の古代の痕跡のところを回って、そこにしっかりマーキングしたり、まあ、調査ですよね、して歩いたと、まあ、そういう人ですね。でその仁門菩薩の時にはしっかり何かこう術を使えた、法力と言われるね、術を使っていたということも言えると思いますね。ここはなんかこう森の中に見えるけど、外から見るとすんごいもう巨石でできた山の上なんですよ。でこの巨石の上にもこういうふうに木が生い茂って生えちゃってるから、なんかこういうところを見るともうこの耶馬渓とか国崎の山っていうのはもう山自体を人工で作ってますね。人工物的に作ってる。でこういう道もね、やっぱりこのサザレ石でできてるんですよ。古代コンクリートと呼んでいる石でしっかりこう道を作ってアスファルトできるんですよね。でこういう岩ももうこれはもう偶然じゃなくて、もうコンクリート的にここに設置して、でこの刻み込み入ってますよね。刻み込みもほらもうしっかりこれ北東南西にもうしっかり刻み込みが、もうこの岩自体のこの刻み込みとかまさしくもう太陽文明の痕跡ですね。これはね、で南西向いてる、これ鏡石、夕方の南西だから冬至の冬の夕方にここの上にしっかりこう太陽が反射する向きに向いてますね。まあ、古代ピラミッド、日本のピラミッドなんかにもよく使われてる、まあ、鏡石的な存在ですね。巨石文明の痕跡がここはしっかり残ってますね。こっちがねもうちょっと怖いんだけど、もうこれ本当ちょっと行ったらもう崖のとこなんだけど、上から見るとすごいね。あそこになんか穴開いてるし、なんだろうあの穴は。あそこにも人が
行ったのかな。もうちょっと恐ろしくて、とても行けないところにもちょっと人が行った痕跡っていうのがあるから、古代の人は本当すごいな。